兵庫県で新型コロナウイルスに感染していた女性が死亡しました。また、全国で40人の感染が新たに確認されました。兵庫県西宮市は昨日伊丹市に住む80代の女性が死亡したと発表しました。これでクルーズ船の乗船者と合わせて死者は40人になりました。新型コロナウイルスへの感染確認は、 新たに全国で40人に上りました。東京では、NTT ドコモのコールセンターに勤務している女性など、20代から80代の男女7人の感染が確認されました。埼玉では、北欧のツアーに参加した70代や、スペインに滞在していた50代など男性4人の感染が判明しました。